皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、ドラム担当の、こちらの少女のフィギュアです。ホッチザロック、エンドロイド、技術二次化。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。結束バンドのリーダー兼ドラム担当であるイジツネジカが、エンドロイドになりました。来た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 ！ボッチザロックという作品に、イジツネジカという少女が出てくるんですけど、下北沢の高校に通う年生で、結束バンドではリーダー兼ドラムを担当してるんですよ。姉がライブハウススターリーの店長ということもあり、積極的にお店の手伝いをしてくれるんですよね。基本的に温厚で心優しく、メンバーが失敗しても責めるようなことは一切せず、まるでお母さんのような存在でもあります。朝早くに起きてお弁当を作るシーンが描かれていたことから、ファンからは天使と言われてたりするそうなんですよ。重度の陰キャであるボッチちゃんをバンドへと誘ったり、最も常識人なので、結束バンドの結束の要でもあるんですよね。結束バンド夏ライムで、ボッチちゃんの演奏を見たことで、似たヒーローであることを見抜いていたりします。姉の分まで、人気のあるバンドになって、スターリーをもっと有名にすることを夢に、結束バンドの活動をしてるんですよ。そんなニジカちゃんが、今度デフォルメされたフィギュアのネンドロイドになるそうなんですよ。ニジカちゃん推しのファンの人は、グッスマさんに感謝するしかないですね。嬉しい！約100ミリのサイズに、ニジカちゃんの可愛さや魅力が詰め込まれていますよ。制服にリボン、ニジカちゃんの元気いっぱいな部分もバッチリ再現されていますね。その可愛さと明るさを見ていると思わず心が癒されそうです。これが君の愛なんだね。交換用表情パーツには笑顔、石笑顔、呆れ顔の3種類が用意されています。表情を交換することにより同じポージングでも受ける印象も変わってくるのではないでしょうか。天使のような一面に呆れて人をゴミのように見るニジカちゃんも再現できます。いろいろあるんだね。オプションパーツにはドラムセット、椅子、座り下半身パーツ、ドラムスティックが付属します。付属パーツを組み合わせることで劇中の様々なシーンを再現することができます。ドラムセットや座り下半身パーツによりドラムを演奏するシーンを演出可能です。ファンサービスだ。また別売りのボッチちゃんやキタちゃんのネンドロイドと並べれば再現できるシーンの幅が広がりますよ。さらに中台紙はライブハウスのスターリーが背景イラストとなっており、作中の雰囲気をバッチリ再現できちゃいます。ニジカちゃんの様々なシーンを再現したりしてお楽しみください。さあ満足させてくれよ。こちらのネンドロイドは2024年3月に発売です。そしてお値段は6300円です。このネンドロイドをお迎えしたらあなたの理想のニジカちゃんを演出して SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければその紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。